上を選んでみるか。あー、ちょっと待って、すごい怖いです。あのホラーガチで苦手なんです。あら、新しい先生なのね。はじめまして。この時間って必要なのかしら。あ、このあれか、多分面談的な。面談室にしてはずいぶんいろいろあるね。右が檻みたいになってるから、まあ多分この子が監禁されてる状態で取り調べ的なのをしようとしてるんだと思うんだけど。私、お花に水をあげなくちゃならないの。早めに終わってもらえると嬉しいわ。花がここには見えないから、この部屋とは別に多分この子の部屋があるんだね。ここまで来てもらったんだ、きっと。あ、説明があった、ちゃんと。あなたは施設に免れたカウンセラーです。ここの人じゃないんだ。対象との会話を通じて個性や異能の詳細を把握し、カルテの情報を埋めることがあなたの仕事です。制限時間は1時間。え、正気を維持しつつ信頼を積み重ねて、できるだけ多くの情報を引き出しましょう。待って、これ私嫌われたらワンチャン殺されたりするの？あなたなんて嫌いってなったら、これ死んだりするのかな？あ、左上のなんか綿飴みたいなの、これ産地か、脳みそだね。つまり左上が HP だよね、多分。あー、わかりました。ってこれもう1時間リアルタイムかな。ちょっと待って。名前がエリカ、12歳、バースデーがこれだね。あ、で対象者の特徴をこれから私が埋めていくんだ。性格、好きなもの、こだわり、トラウマ、能力の詳細、能力への対処。あー、まあ多分生まれつき何か超能力的なのがあって、一般的に解放してると危ないから、とりあえずまあ捕らえましたみたいな感じなのかな。でもこれどうやって、あ、そういうことか。ぬいぐるみについて聞いてみよう。あー、この話をするにはもっと信頼を得る必要がありそうだ。ってことはまあ結構大事なぬいぐるみなんだね。で、なるほど、リアルタイムじゃなくってワンクリックで5分進むのかって考えると全然時間足りないな。そうか。どうしよう。これ本人から聞くべき。あ、あなたはお花は好き？まあ、好きかな。好きというほど好きかと言われるとあれだけど。嫌いではないしね。で、まあ、この子も、エリカちゃんか。もう好きだ、好きっていうか、世話するって言ってたから、嫌いではないんじゃないかな。あ、よかった。私も好きよ。あ、HP じゃなくて、これ信頼度か。好感度だね。お部屋でたくさんのお花を育てているの。やっぱりこの部屋は違うんだ。戻ったらお花に水をあげなくちゃ。少し嬉しそう。よかったな。悪い子な感じはしないけど、まあでも申し訳ないが、まだ信頼しきるわけにはいかないのか。捕らえられてるってことは何かしら、こう言っちゃなんだけど、実事件的なのがあって多分ここに来たんだもんね。そうね。このお絵描きはなんだ？ん？クレヨンも手に取った。4色のクレヨン。あんまり使い込まれた形跡は見当たらない。絵を描くのが好きなわけではないのか。使う？クレヨンをエリカに見せた。好きなものを描いていいの？絵描けるのかな？私、コロコロコミックのデンジャラス爺さんだけはうまく描けるんだけど、それ以外何にも描けないんだよね。できたわ。どうかしら？あ、見せてもらえないんだ。
これどうなんだろう、これさ微妙だよね。とりあえず、あうまいうまいって言ったらお世辞だって分かってて、あなたはそうやって嘘をつくのねみたいなさ、自分がダメだと分かってるからこそそこでなんというか不信感も抱かれたりとかありそうだよね。この子あれさっき何歳ってあったっけ、 12歳とかだっけ。もうそういうね、子によっては大人の嘘みたいなのが分かる子だっていっぱいいるだろうから。あーでも、ごめんねいっぱい止まっちゃって。でも使い込まれた形跡がないってあったからあんまり絵は描かないのかな。だとしたら上手じゃない可能性はあるよな。それを世辞で言うかどうかっていうことだよね。いやーちょっと心痛むけど、でもうまいねって伝えてみようか。あーよかったよかった。疑いすぎたかもしれない。部屋に飾ることにしようかしら。エリカが微笑んでいる。いいね、思ったよりも素直な子供らしいって言ったらあれだけど、12歳か。うん、別になんか特殊な何かがあるような子には見えないね。どうしよう。俺さっきから気になってたんだけど、オレンジジュース、私水だけど、あオレンジジュース好きっていう話からまあちょっと仲良くなるとかあるかな。これでキンキンに冷えたビールとかだったらどうしよう。泡全部なくなったビールだったらどうしよう。そんなことはないと思うけど、ジュースを飲もう。あ、私がどう見てもエリカちゃんのものだと思うけど、あ、飲んじゃったよ。え、これダメじゃない、だめちゃめちゃ真顔だもん。え、信じられねえみたいな顔してるよ。いや、そりゃそうだよな。ごめんね、それは私のだけど。いや、そりゃそうだよな。これは私が悪い。ごめん、あの、飲むつもりはなかったんだ。ごめん、ごめん。これ代わりに水飲ませてあげるとかは無理か。しまったな。こんなことになるとは。じゃあまあ身につけてるもの、帽子とかね、これで帽子選択して。いいな、被ってみようとか言って勝手に取っちゃったらどうしよう。私、このエリカちゃんよりも私のことが信用できないんだけど、大丈夫？あなた、新しく来た先生よね。新しい環境ってどう？聞かれた。緊張する、楽しい。これはね、共感してもらう方がいいんじゃないかなって思う。なんかこんな、なんか論理的っていうか、そういう風にこの子はこう考えてるからこう言っとこうみたいなのってその時点でなんかやだけど、うん、でもエリカちゃんも楽しいようには見えないし、まあね、窮屈だろうから、いや私も実はそんなに楽しいって感じじゃないなっていうことで、先生もそうなのねで共感してもらえれば少しは距離が縮まったりするかな。そうよね、私も新しい環境や人と関わるのは苦手よ。特にここにいる大人は仕事人間って感じであまり好きじゃないわ。あー、じゃあさっきみたいに絵を描いたりとかそういうことをなんかしてくれる、遊んでくれる大人みたいなのがまあ新鮮ではあるのかな。あなたはそうならないでね。好感度に変化はないけど、まあ悪い感じではなさそうだね。ハート2つあったらね、ぬいぐるみのことをクマちゃんのこと聞けたかもしれないけど、私がオレンジジュース飲んじゃったから聞けなくなっちゃったかもしれないな。どうしよう、服装とか聞いてみる。この衣装は多分自分でこの施設の人が買ってきたって感じじゃないと思うもんね。髪について聞いてみるか。あ、違うか、これはそのエリカちゃん自身を触ってるっていう判定になるのか、細かいところじゃなくて。あなたには仲のいいお友達はいる？
正直あんまり多くはない悲しいかな。ゲームで暴露されちゃったけど、多くはないですね。そう、私と同じね。寂しそうに微笑んだ。あ、カルテに情報を書き込んだ。これでまだ一つか。内向的、人と関わるのが苦手。苦手とは書いてあるけど、まあ嫌いではないんだね。今までの感情を見ると。だからまあ悪い子ではないと思うんだよな。悪意的な気持ちがあって、人を傷つけたりするわけじゃないと思うんだよな。というか、能力ってなんだ？今のところ何にも出てきてないけど、普通のね、まあ見た目こそちょっと、珍しい格好してるけど、普通の子に見えるけどね。どうしようかな。本とか触ってみる。本棚には絵本や図鑑、教科書。ああ、じゃあここで勉強してるんだ。学校に通えてないんだね。植物図鑑を手に取った。分厚い植物図鑑。いろいろな花や草木が詳しく紹介されている。まあ好きな子は好きか。動物図鑑の方が私は好きだけど、楽しいと思ってくれるかも。あ、でもそっか、花が好きって言ってたもんね。図鑑をエリカに見せた。あら、花の図鑑もあるのね。好きな花を聞いてみた。あ、いいね。私と同じ名前の花、エリカ。そういう花があるんだ。この花は私の憧れなの。ピンク色で壺形の花が、チューリップ的な、密集して咲くのが特徴の花。エリカはたくさんの花をつける植物。名前は同じでも一人ぼっちの私とは違うわね。少し羨ましい。ああ、じゃあこの子は、教科書があったのも含めてずっとここで暮らしてるのか。最近捕まったとかじゃなくて、下手したらもう生まれた時からの能力がバレてて、ずっとここで研究されてるって感じなのかな。ああ、それはでもかわいそうだね。この子が悪いってわけじゃないだろうに。花それぞれの形状が美しい。たくさんの花が揃ってこそ美しい。いや、まあこれは上だね。下を選ぶと、まあいろんな人と関わって友達がいっぱいいるのがいいみたいな感じにね、今の例えだとなっちゃいそうだから、エリカちゃんはエリカちゃんとして、一人でもその一人が大事なんだよっていうのを伝えてあげた方がいいね。あ、満タンになった。この花はネガティブな葉の言葉が目立つ。なんだろう。よく見ると一つ一つの花が個性的で素敵よね。同じ名前だからなんだか恥ずかしいわね。ありがとう。よかった。好感度マックスになった。これでぬいぐるみのこと聞けるかな。ちょっとこれ間に合わないかな。あと3つ選択できるから、最短で選べば一応埋まるんだけど、ちょっときついよね。いや本当にこれ、私がオレンジジュース飲まなければ喉が渇いたなじゃないんだよ。なんで手前の水飲まなかった。どうしようかな。いやまあでもマックスになったからクマちゃんのこと聞けるか。大事な人から、あ、そっか、エリカちゃんにとっては多分このクマが唯一の友達なんだね、きっと。ぬいぐるみについて聞いてみよう。手作り。お裁縫が趣味。今では私の大切な友達。いや、これどうしよう。器用だね、貸してほしい。なんかお友達って言ったぬいぐるみに対して器用に作ったねっていうのもなんか心ない気がするな。
かといってね、貸してほしいは私主人公に信頼を置いてないからあんまり選びたくないんだよな。いいぬいぐるみだ、持って帰ろうみたいなさ。そんなことになったらいよいよ私張り倒されるかもしれない。いやでもな、信頼があればね、本当に信頼があれば貸してもらって手に取ることで、そのなんか肌と肌じゃないけど、こう心的に信頼してもらえるっていうのはあるかもしんないけど、いや今はまだ主人公をね信じるべきじゃないな。器用だねとまあ言っておくか。褒め言葉ではあるもんね、一応。ただの趣味を。少し嬉しそう。まあ間違って、あ、自信作なの。少し見せてあげてもいい？貸してくれるんだ。俺はかなり私を信頼というか、まあ置いてくれてるね。ん？中身は何だろう。少し生々しく、かと思えばゴワゴワとしている。エリカにお礼を言ってぬいぐるみを返した。このぬいぐるみが彼女の能力の何か？生々しいってところからすると、肉とか入ってる。あ、新しい生命を生み出すみたいな、そういう感じ？もしくは、ちょっとあれだけど生き物をぬいぐるみに変換するとか、そういう感じかな。産地減っちゃったね。ありがとう。でも全然なんか怖がらせるために貸したって感じではないね。本当に手に取ってちょっと見てほしいなっていう気持ちで貸してくれたって感じ。あ、でこれあれか、オレンジジュース飲むと多分産地が回復したのか。多分そういう感じだね。私ああなるほどね。多分終盤で産地回復して好感度1個下げて進めるとかがあったんだろうけど、駆け引きとして余裕しゃくしゃくの状態で私飲んじゃったのか。ひどいな我ながら。あ、なんか追加されてたね。ん？ジャノメエリカ。あ、花がか。ぬいぐるみについてまあ掘り下げる。まだ産地2つあるから、この水も多分回復すると思うから取っておこうか。もう一度ぬいぐるみについて聞いてみよう。この子は私を理解してくれるお友達なの。これどうなんだろうね。その想像上で言ってるだけなのか、それとも本当に喋る。エリカちゃんにはこの子の声が聞こえるとか、そういう感じなのかな。心を込めて作った。友達を大切にしている。少し子供っぽい。いやーそれは良くないな。本当に大事な友達って言ってる。ねえ、そんな真剣な話で子供っぽいねっていうのは茶化してることになっちゃうね。友達を大切にしているんだね。ちゃんとぬいぐるみだけど、その友達として私も認識してる。そのからかったりしないで、ただのぬいぐるみじゃんみたいに言わないっていうのが大事なんじゃないかなって思うな。あれ？今私上選んだよね。大丈夫かな？少し子供っぽいかしら。それでも私には大切なお友達で、私の一部みたいなもの。エリカがぬいぐるみを大事そうに撫でた。もう少し掘り下げられるか。あとでも5分しかないんだよな。能力について全く出せないな。まあでも聞くしかないか。あ、昔ね、喧嘩して仲の良かったお友達を傷つけてしまったことがある。私もカッとなって、その後のことはあまり覚えていない。その喧嘩がきっかけで能力が発動して、もしくはバレて捕まったって感じだって。この施設では多分一人で隔離されてるんだもんね、きっと。だけどあの瞬間で唯一覚えている、私を見る目が忘れられない。
辛い思い出、人を傷つけるのは良くない。まあ下を選んでもこっちになんか嫌悪感も抱くような子ではないと思うけど、良くないことをしたってきっと分かってるから。まあでも改めて言う必要はないね。きっとこの子分かってると思うから。辛い思い出だね。その子の家に謝りに行ったのだけれど、その子には会えなくて。ごめんなさい、昔の話を。これちょっと軽率だけど、会えなかったっていうのはこの世にいなかったって可能性ある。このクマのぬいぐるみがその子だったりする。能力発動させたらやっぱり相手を無機物に変えるとかそういう感じだったりするかな。でも自分で作ったって言ってたからな、それは考えすぎか。今はこの子が私のお友達だから。寂しくないわ。寂しそうな顔はしてるけどね。そうやって自分をなんとか慰めてるっていうか、多分、自分で自分の頭を撫でてるんだね、きっと。カルテにトラウマの情報を書き込んだ。ああ、時間になっちゃった。惜しかったといえば惜しかったねって。本当にこれオレンジジュース飲まなければワンチャンいけたかもしれないんだけど。まあまあ、でもちょっと手際が悪かったか。今日はこれでおしまい？それじゃあ失礼するわ。はい、というわけで2日目というかやり直したんですけど、まあまあでも順調にいけそうではあるね。2回目ともなれば、まず最初はクレヨンを手に取って絵を描いてもらって、上手だと伝える。何描いたかこれ気になるな。で、植物の本か。なんかこうやってこれすれば喜ぶって知ってるから、淡々とやってくのもなんかやだね。まあ仕事として来てるわけだろうから、間違ってはないんだろうけど、あれ？あ、え？花が好きってのをまず聞かなきゃいけなかったか。あー、しまったなー。何も見ないで今連打してたせいで。そうか、これを先に聞かなきゃいけなかったのか。これ間に合うかな。花が好きって言ってくれたからこれで、そうか、花が好きってまず知らなかったら見せる意味もあれだもんね、よくわかんないもんね。これで自分と同じ名前の花の話を聞いて、それぞれが美しい。で、これで好感度がマックスになったから、そういえば内向的な性格の話って、この先のエリカちゃんクリックで聞けるんだっけ。まあでもクマちゃん聞くか。器用だね。あ、違うな。ん？さっきやっぱ下押しちゃったのかな。中身がゴワゴワ、いやゴワゴワしてて中身がちょっと肉肉しいみたいな話か。とりあえず友達の過去、あ、これか。友達を大切にしている。俺はどっちみちこの選択肢になっちゃうんだね。もう45分か。いやこれ間に合わないっぽいな。で、これで、まあ、とりあえず一個でも多く情報を聞いて、また次回の私に託すか。で、トラウマも聞いたと。もう一回クリックする？ああ、もういいか。OK。じゃあ、友達との過去の話を聞いたらもう、必要はないんだね。
ああ、そういうのもあるんだ。多分先に過去のトラウマの話を聞いちゃったから、一回余分にクリックが必要になっちゃったんだね。じゃあ最初に、絵を描いてもらって、で、リカちゃんも3回ぐらいクリックして、花の話を聞いて、植物の本見せて好感度上がったらぬいぐるみを何回か押すっていう感じが一番いいのかな。結構ちゃんと攻略がいるね。はい。とりあえず、これで、性格好きなものまでは聞けたので、でもこの状態でもう35分なんだね。で、あとはぬいぐるみについて聞く感じ。あ、これってどうなんだろう？いきなり貸してほしいって言った方がいいのかな？その方がルート的に時間短縮になったりするのかな？どうなんだろう？まあまあでも器用だねにするか。あ、大丈夫だ。どっちみち、そっか。貸してくれるんだね。時間は消費せず。これいけるかな？友達を大切にしているんだね。で、もう一回聞いて、辛い思い出だね。なんか、どんどん業務的になってくるな、質問が。さあ、これで3つ埋まって、残り2ターンで、能力を聞き出せればいいんだけど、いや、間に合わないよな、これ。何がどうするのが正しいんだろう。あ、セリフ変わった。もう始まってから50分も経つのね。あなた、私とお話ししていて楽しい。こんな話をするなんて、する時間なんて無駄よ。あなたもどうせ今までの先生と同じ。仕事人間ね。本当の私を見てくれない。私はずっとずっとずっと一人ぼっち。いや、エリカちゃん絶対悪い子じゃないから、友達になろうと言いたいんだけど、なんかさ、ホラー作品とかの、何？襖の中に住んでる妖怪とかの話ってさ、友達になるって言ったら引きずり込まれて一生そっから出られないみたいな、たびたびあるよね。いやー、考えすぎかなー。能力のことを教えてほしい。いや、でもそれこそだって能力のことを教えてって言ったら事務的になっちゃうもんね。今までの研究員の人と同じで、本当の私を見ないで、そういうことだけをただ調べに来たのねってなっちゃうもんね。あと10分しかないから、下の方がまあ単刀直入でいいんだろうけど。いや、私は違うよ。私はちゃんとね、エリカちゃんと友達になりたいとは思ってる。本当にそれは思ってる。上を選んでみるか。ああ、ちょっと待って、すごい怖いです。ほら、ガチで苦手なんです。そんなに簡単に言わないで。私の姿を見たら恐ろしがるに決まっている。じゃあ、これは真の姿じゃないのか？あ、の時のあの子と同じように。なるほど。じゃあ、その時にカッとなって制御が効かなくなって、実際の姿が出て、驚かせちゃったわけか。今までの先生と同じように。なるほどね。私はちゃんと今までの人と違って、親身になってという体制では私最初やってはいたけど、まあみんなそうだった可能性はあるのか。それでもみんな怖がっちゃったってことだよね。いえ、そうね。私、あなたとお友達になりたいわ。正直めっちゃ怖い。
めっちゃ怖いけど、いやでも、ここでそんな風に感じちゃったら、それこそ今までの人たちと同じになるよな。あなたが私を否定しないように、そして私を恐れないように、まさかやっぱりぬいぐるみにされたりする。ああ、あなたの頭も目も体も、すべて私の一部にしてあげる。一部？あ、そうか、この姿自体が偽りだから、本物じゃないから。ってこと？え？うわ！なるほど、そっちの方か。エリカって花は、自分自身がその花のなんか、あれなわけか。髪の毛はツタっていうか葉っぱだったんだね。お友達になりましょう。これ、もしかして私最初からこうなる前提でここに入れられてる？ B クラス職員みたいな扱いでこっち来られた。いや、こっから挽回できるのか？それともこれもう、エンディング？いや、まだいける。エリカがとても恐ろしい姿に変わった。じわじわと自分の体に、草花が、蝕んでくる。なんとかしなければ。ああ、能力への対処か。能力の詳細、体に宿した、草花を自由に操ることができる。後頭部に伸びた花が核のようだ。あ、こう、これかが核だから、これを多分どうにかすれば、助かるんだけど、でも結局それって、この子を否定することになるもんね。恐ろしい、と、判断したってことになるもんね。いや、待って、まだこっから挽回の余地あると思うんだけど、どうすればいいのかわかんない。何をタッチすればいいんだ、これ。いや、花は触っちゃいけないと思う。書くなら、触っちゃいけないと思う。ぬいぐるみ？いや、ぬいぐるみもどうなんだ？オレンジジュース飲むか。この場でちょっと一発ギャグ挟むか。持ちネタする？いや。あ、絡み取られて思うように動けない。これ終わった私。あ、大丈夫だ。思うように動けない？じゃあ、触ったり手に取ったりするのは無理なのか？このハートを触るとか、あ、違うね。水は？あ、ダメだ。話すってこと？あ、じゃあここでその核を触るか、エリカちゃん自身を触るかってことか。ちなみに絵は？あ、ダメだね。となるとまあそうか。多分三択？核を触るか、エリカちゃんを触るか、クマを触るかって感じかな。いやでもクマもな、多分肉うんたらって言ってたから取り込まれた人たちだよな。いや、エリカちゃんを触るか。どうだ、あなたも私の一部にしてあげる。あ、正気が保てそうにない。意識が。やっぱりあなたもこれまでの先生と同じだった。あー、そうか、これ正気保っとかなきゃダメだったのか。多分このシーンになるまでに正気度マックスで来なきゃダメだったんだね。私多分一個なかったもんね。水飲まなきゃダメだったのか。いや、しまったな。おやすみなさい。すやー。はい。一回水を飲んで、産地をマックスの状態にしてから、多分さっきと同じ状況のところまで戻ってきたと思います。自分と友達になろう。いや、怖いな、これ何回見ても。
ちなみにさっき、ぬいぐるみに最初に触れたところかな。で、器用だねじゃなくて、貸してほしいって言ったら、この顔になりました。大事なものだから。一応貸してはくれたんだけど、すごい嫌々そうに貸してくれたらしいです。なんで、あれは器用だねっていうのが正しかったみたいだね。いや、本当に怖いな、これ。ゾッとする。ホラー耐性私全くないから。いや、でも本当悪い子じゃないと思うんだよな。だって、普通に話してて普通にいい子だし、優しい子だし、だから、こうやって、こう、必要以上に近づいたことで、結局また自分を恐れられて離れられるっていうのが、怖いし自分が傷つくから、守るためにこうやって自分からちょっと突き放すっていうか、どうせあんたも同じなんでしょって。だからね、この子自体が悪意を持ってるようには全然思えないから、仲良くはなれると思うんだよね。もう本当にあとは私の問題だ。この子を恐れないで、本当に友達として思えるかっていう、こっち側の問題だと思う。これで産地が1個減った。この時点でさっきは多分1個しかなかったんだよね、多分。ちなみにオレンジジュースは飲めない。エリカちゃんも触って、産地が1個減る。あ、やっぱり。絡みついた草花を引きちぎる。説得する。説得。説得って選択肢どう？会話するならあれだけど、説得ってなんか、こんなバカなことはやめるんだみたいな感じじゃないよな。いや、引きちぎるのはもう、なんか敵としてみなしてる行為だから、そんなことより助かりたいみたいな方だから、よくないと思うんだけど、説得ってどうなんだろうな。いや、でも、説得にするか。そんなことをしても、本当の友達はできないと説得した。俺、場合によってはむしろ辛い言葉だと思うけど、だってこの子だって、この姿望んで生まれつきこの能力があるわけじゃないだろうからさ。そんなこと言われても私だって知らないよってなると思うけど、納得してくれるかな。うるさい。いや、そりゃそうだよね。私の何を知ってるんだってことだもんね。あなたも私のことを恐ろしいと思っているわ。あの時のあの子と同じ目をしていた。説得するでいいんだよな。シンプルすぎて逆に罠がありそうだけど、恐ろしいと伝える。逆にこれ素直に伝える方が良かったりすんのか。確かに恐ろしい。正直恐ろしい。でも、それでも友達になりたいんだっていう方向に行くべき。まずは説得するか。エリカとの会話を思い出した。能力を持つ子供たちとしてではなく、エリカ個人のことを理解したい。あ、エリカという花と同じで、全体を見るのじゃなく、その能力を持ったエリカちゃんではなく、さっきの姿としてのエリカちゃん自身本人を見たいって伝えたわけか。恐ろしい姿の私を見ても、あなたはそんなことを言うの？このセリフもさ、本当は受け入れてほしかったっていうのが、はらまれてるよね。もうこの姿見られただけで、誰も彼も怖がって化け物だとか言って、きっとそれで嫌われてきて、何が悪いのか自分でもわかんなくて。だから、どうせ怖がってるんでしょっていうのは、悲しい言葉なんだよ。本当はこの姿だって受け入れてほしい。友達になりたいけど、みんながそうしてくれなかったから、こうやってどうせあんたもって。
嘘つけってうるさいってなったのであって、やっぱこの子自身が悪いわけじゃないんだよ。でもあなたは私の話を聞いてくれた。あなたを信じてもいいの？あ、一択しかない。うん、そうだね。だってこうやってちゃんと会話ができてるわけだから、この姿であっても友達にはなれると思う。全然。自分と友達になろう。あ、戻った。体を蝕んでいた草花が引いていく。あなたは優しい先生ね。今までに来た先生はみんな私の姿を見てすごく恐れていたわ。でもあなたは私の姿を見ても恐れず、私と向き合ってくれた。さっきは本当にごめんなさい。やっぱこっち、これが本当のこの子なんだね。ごめんなさいってここで言える子なんだよね。こんな私とお友達になってくれる？こんな私って言い方も悲しいね。自分で自分の怖さと醜さを分かってるからこそ出る悲劇的なセリフだね、こんな私って。うわー、これ意味あるかな。これどっちか選んだらバッドエンド行ったりする。もちろんこれからもよろしく。もちろんこれからもよろしく。もちろんってどうだ。あの恐ろしいこんな私を受け入れるのが当たり前みたいな風に取るのもなんか軽いか。これからもよろしくって言う方がいいかな。よろしく。ああ、よかった。次回も楽しみにしているわ。ああ、よかったけど、あれ、性格聞き出してなかったっけ？ S じゃないんだ。ああ、じゃあ、これ S だったらまたなんかルート変わってたかもね。真のハッピーエンドとかあったかもしれないね。はい、ありがとうございました。異能のカルテ。こちら無料でプレイできるので、いや、にしてはすごいクオリティだね。全然、短編ではあるけど、お金払っても、全く違和感ないくらい、すごいよくできてました。で、いろんなルートもあるし、多分和解だけじゃない、最初から敵としてみなしてセリフを選びまくるっていうのもあるだろうから、それはできれば私はしたくないけれど、でもまあ、いくつかね、もしかしたらエンディング分岐があるかもしれないので、気になった方は概要欄に URL 貼っておくので、ご自身で確かめてみてください。とりあえずお友達になれてよかった。ハッピーエンドでよかった。ありがとうございました。We'll be right back.